日本関東地方神奈川県川崎市川崎区、新川通新川2は神奈川県川崎市川崎区の町名である。住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されているが、町名は設けられていない。面積は50万2394.18平方メートル。郵便番号は210の0026。00 2020年12月31日現在の住民基本台帳に記載されている人口は1223人である。川崎区の北西部に位置し、北は宮前町、東は境町、南は県道大木町川崎停車場線を挟んで、貝塚1.2丁目、西は国道15号を挟んで、東田町に隣接する。新川通りと第一景品とが交わる。 新川橋交差点に総合新川橋病院。町の東部には川崎市立川崎病院があり、新川通り沿いには商店が並ぶ。市立小中学校に通う場合は、町内全域が川崎市立宮前小学校及び川崎市立富士見中学校の学区となる。JR 川崎駅及び京急川崎駅が最寄りとなり、JR 川崎駅から町内にある市立、 川崎病院までは徒歩15分ほど。同区間には平日に限り、川崎鶴見臨行バス、川崎市バスによる直通のワンコインバスが運行されている。このほか町域にかかる新川通りの海塚バス停には、川崎駅から大地、水江町、交換循環、三井不頭、日清製粉などの臨行バスが停車することから、 川崎駅との間は高頻度に運行されている。かつてこの周辺は、多摩川と鶴見川の氾濫を受けやすい、低湿地の水田地帯で、しばしば水腐れを生じた。幕府は1650年に、稲忠春に明治山木から小都路、大島村を通り、東京湾に注ぐ、悪水路を改作させた。この水路は、漢方年間には、新川堀と呼ばれるようになった。 1922年、小トロ町あざ古屋敷高地及び砂子町あざ古屋敷高地から新川通の町名が設けられた。その名が示す通り、古屋敷と通称される屋敷があったが、旧家の言い伝えは残されていない。1924年6月に、神奈川県吉住郡川崎町、同年7月には川崎市が新設されたことにより、川崎市の町名となる。 1933年、新川堀は暗渠化され、幅約10メートルの舗装された幹線道路となり、川崎駅から臨海部の工業地帯へ労働者や原材料を輸送する役割を果たす。かつて、新川堀にかかっていた小トロ橋、新川橋、さつき橋は交差点名にその名を留める。このうち、新川2の上域に位置するのは、 新川通りと第一景品とが交わる新川橋、交差点である。1936年には、市立川崎病院が開院した。1964年には、町域の変更で一部を東田町に編入。1972年4月1日には、川崎市が、政令指定都市に移行したことにより、川崎市川崎区新川通りとなる。同年には、江の町の一部を、 新川2に編入するとともに、8月1日に住居表示が実施された。新川2に対し、かつては古川2の地名も存在した。多摩川の古い流域に由来し、現在の駅前、本町、小川町、日新町に相当し、1964年の区画整理で川崎駅近くの線路沿いに細長い町域を残すのみであったが、 1992年7月に日清町に編入され、町名としては消滅した。ありがとうございます。